はい、どうも、フェイでございます。今日はこの楽しみにしてました、アンティルドーンをやっていこうと思います。よろしくお願いします。日本ではですね、専用の副題がついていて、惨劇の、惨相って書いてますね。多分惨相で何かこう、悲惨な事件が起きるみたいなことなんでしょうね。このゲームはですね、ホラーアドベンチャーっていうことになるのかな？特徴としてはですね、事前に僕が読んだところだと、バタフライエフェクトシステムによる物語体験の変化ってありますね。まあ、小さな行動の選択が後に大きな変化をもたらして、登場人物の運命に影響していくと。たとえ、何が起こってもゲームオーバーっていうのはないと。物語はその、話の、こう、起こった通りに結末に向かっていくっていう話なんですよね。結構面白そうですよね。まあ、バタフライエフェクトっていうのは、いわばですね、バタフライ効果っていう風に検索して調べてもらうのが一番いいかなと思うんですけど、まあ、日本風に言うとですね、風が吹けば桶屋が儲かるっていう、ことわざがあるんですが、まあ、関係ないかに見えるようなことがどこかで起きたときに、それがこう、巡り巡ってですね、意外なところに影響を及ぼしてくるっていうような、そういうところですね。だからまあ多分このゲームもなんかその、ちょっとしたプレイヤーの行動がですね、何かその登場人物の生死を分けてしまったりとか、物語の重要なこう、転機をこう作ってしまったりとか、そういうことになるんだと思います、おそらく。はい、じゃあ脳書きは置いといてやっていきましょうか。はい、楽しみですね。はい、じゃあやっていきましょうかね。バタフライエフェクト。小さな蝶の羽ばたきが数週間後に驚異的なハリケーンへと発展するようだ。それだけかい。些細な決断が運命をも変える。あなたの選択が物語の展開を大きく左右する。その物語は無数の可能性の中の一つに過ぎない。慎重に決断をしよう。いいですね、いいですね。いきなり出てきた。信じられない、本当にこんなことやっちゃうなんて。みんなこれはちょっとやりすぎだと思う。いいじゃん、自業自得だって。マイクのこと好きになっちゃったってだけでしょ。でもマイクにちょっかいかけてんじゃん。これはエミリーのためなの。マイクが学級委員長だからってみんなでシェアできると思ったら大間違い。彼は私のもの。おいエミリー、俺は誰のものでもない。もうそんなこと言っちゃって。ハンナ！ん？隠れてるか。ハンナ、ねえ、今の見た？パパは誰もいないって言ってたけど。ジョシュ？あ、操作できるようになりましたね。この女の子からなんですね。なんだろう、なんか学生たちっぽいですよね。これちょっと字幕出せないかな。見てる人的には字幕あった方が見やすいですよね。じゃあこれにしましょうか。あ、英語音声もできるんですね。寝ちゃってんの。この二人酒飲んで寝ちゃったって感じなんですか。おお、
右スティックを使いあたり見回すことができる光のオブジェクトを調べられます。これだね。なんだこれ。あ、 R2 をホールドしてメモを手に取る。なんかこれすごい見るのに時間かかりますね。ハンナ、ハンナ、そのシャツ最高に似合ってるよ。でもシャツを脱いだ君はもっとセクシーなはず。2時にゲストルームで待ってる。マイク、あ、さっきのやつですね。ハンナったら今度は何に巻き込まれたっていうわけ。みんなでなんか覗こうとしてましたよね。あ、僕がやるその行動がこの今後のね、いろんなことで影響するってことですよね。メモを見たの。来てくれたんだね。とりあえず始めてみようぜ。それでどうなるか様子を見るんだ。ああ、いいじゃん、クリエイティブだな。クリエイティブ。見てあれ、シャツ脱ぎ始めた。どういうこと。あ、バレた。マット、ここで何してるの。ああ、ハンナ、ごめん。ハンナ、ね、やめて。俺もついて。これはバカないたずらなの。その、あんたたち本当に最低。ハナ、あ、外行っちゃったよ。みんなを探す、みんなを探す、みんな、みんなを探す。外に誰かいるの。ハンナはどこに。何でもない、真面目なんだから。ふざけただけよ、ハンナ。何したのよ。ちょっとからかっただけさ、ジョークだよ。最低。ハンナ、ハンナ。で、追っかけた方がいい。今一番会いたくない相手が追いかけてどうするのよ。タイマーが切れる前に表示されているボタンを押す。 あ、はいはい、QT が出てくるんですね、こうやって。あ、なんか近道、近道。ちょちょちょ、これ結構失敗そうだな。ハンナがピンチ。どっちだろう。足跡でしょ。音は何かわからないから。あ、鹿だった。嘘、もう何。ちょっとハンナ、どこ行ったの。指示に従ってタッチパッドを使いましょう。はい、スワイプ。あ、カメラを使ってる。ハンナ、結構雰囲気ありますね。ハンナどこだ。ハンナもヤバそうだけど、この子もヤバそうだよね。なんか、お、鹿だった。いっぱいいる。早歩き、早い。ハンナはどこ。あ、なんかあるよ。靴、靴じゃない。なんだこれ。銅像、木、木か。なんかこれ、あれ、死のトーテム。なんかこれ、トーテムの予言。先住民たちは蝶が予知夢や未来の予言をもたらすと信じていた。トーテムはそれぞれ未来の出来事を表している。これらの予言が実現するか否かあなた次第。トーテムをアンロックすることで過去の事件の経緯を詳しく知ることができる。なんかよくわからない。とりあえずここになんかハマったね。このままだとハンナが死ぬっていうような、なんか余地が見えた。死っていうところにハマってる。あ、死んでる。落っこちてるね、なんかね。ベスが山で発見。ベス？ベスが？あれ？なんかメガネが外れてるけど。
あ、ハンナが死んだのを発見ってことかな。まずい。ハンナ。あ、なんかあっちに明かりがある。ハンナ。急がない。これ早歩きしてるんですけど、これでも。あ、え？え？今の何？今の何？あ、てか痛い痛い痛い。ハンナ。ダメダメ、そこ落ちるよ。ハンナ、そんな格好で寒くないの？ほら、コート着て。私って本当にバカ、大バカで。やばいやばいやばい。ハンナ。あ？なんか火が出てるね。開けた音した。嘘でしょ、やばい。おお、予言通りになってしまう。このままでダメダメ。誰？しっかり捕まって。火炎放射か。いやいや、え？え？ハンナ離さないよ。ダメか、結局ダメか。二人して死んでしまった。ハンナを見捨てるか二人して死ぬかだったんだ。あー、そうか。いきなり二人死んだよ、マジか。始める前に君がちゃんと理解しているかどうか確かめたいことがあるんだ。はい。去年起きたことは変えられない。過去は塗り替えられないんだよ。君はこの事実を受け入れなければならない。だが君は自由になれる。君の行動とこれからの決断が未来への扉を開くんだ。ゲームを実行するにあたってそのことを忘れないでいてほしい。君の選択が君と君の周りの運命を左右するんだよ。で、このゲームを実行することにしたんだね。大きな進歩だよ。私もぜひ成功させたい。時には不安な気持ちになることもあるだろうが、大丈夫。どんなにひどいことが起ころうと私に任せてもらえれば、きっと切り抜けることができるはずだ。ん？よし、まずは簡単なテストから始めよう。カードを手に取って。精神科医みたいな。裏側にある絵をよく見て何を感じるか教えてほしい。あ、それといいかね、結果を有意義なものにするためにも正直に答えるんだよ。はい。え、カカシ？カカシと家、トウモロコシ畑。はい。なんかカカシの顔が悪いな、なんか。で、さっきの絵を見てどう感じたかね、はい、正直に答えて。喜びは感じない。なんか不安を感じるね。よろしい、正直でいいんだ。それで君は何に不安を感じたのかね。カカシの顔が怖い。カカシ、そう、カカシがなんかちょっと。ああ、なるほど、そうか。それじゃあ、そのカカシがそこにいなかったとしたら、君はその場所にしばらく一人きりで過ごせると思うかな。例えば1週間。
まあ別にかかしがあってもなくても普通に多分大丈夫ですよ。あーでもセブンイレブンないと無理かな。ではこの館がもし呪われていると言ったら。あそれ無理でしょう。でもセブンイレブンあったらいけるかな。セブンイレブンがあったら呪われててもいけるな。でもやっぱ怖いな、セブンイレブンないもん多分。ああまあそうかそうか、どうやら君はかなり超自然的な存在を恐れているようだね。死というベールの向こうに何があるかは最終的に誰にも分からない。分割する意味ある。だが分からないということほど怖いものはないのではないのかね。いいかね、忘れないで、これはただのゲームだ。今日のところはこれでおしまいだ。近いうちにまた会おう。いいね。カウンセリングを受けてる人は誰なんですかね。山荘にいたメンバーの一人なのか。いいですね。いきなり二人死んだけど。あ、冷酷なこうポジなんていうか、こんな二人とも助かったらいいななんていう楽観的な考えよりも、まあ、その場で最善の手を尽くすしかないってことですね。時には非常な判断も必要だってことでしょう。その洗礼ですねあれは。ですね、これ自分の大好き系ですね、これまさに。自分の物語はどうなるか。なんだろうね、あの火炎放射器持ったおっさんは。ウッドで起きた痛ましい事件から今日でちょうど1年が経ちました。アニー・クライン保安官にお越しいただいています。よろしくお願いします。行方不明とされているハンナとベス・ワシントンについて何か進展はありましたか。二人は1年前の猛吹雪の夜、ロッジを飛び出したまま行方が分からなくなっています。犯罪に否定はできません。容疑者としてある人物の捜査を行っていますが、未だ消息はつかめていません。彼とワシントン家は因縁が深いよ。先祖の聖地であるブラックウッドで進められるロッジの建設計画に反対していました。山にある療養所の廃墟についてはどうですか。そこに潜んでいるのでは。部下が敷地内を捜索しました。姉妹があそこまでたどり着けたとは。あの山では悲しい事件が起こりすぎている。想像以上にね。今日はありがとうございます。ハンナとベス・ワシントンの待ちましたが、ご家族のロバート、メリンダ、そしてジョッシュとともにいち早い解決を願っています。いやいや、みんな元気か。ダメだ、やり直した。よし、やろう。いや、みんな元気かい。みんなでまた集まることができてマジで嬉しいよ。まず最初にみんなに言いたいのは、冬のバカンスインブラックウッドを今年も開くことができて俺の興奮度はマックスだってこと。で、きっとみんなも気になってるだろうから、あえてこのことは先に言っとくけど、その俺のことを心配しているんだろうし、それに去年のことであそこに戻るのをためらう気持ちも十分分かってるさ。でも分かってほしいんだ。そのつまりあそこに行くことが大事ってことをね。それにハンナもベスも俺たちがまだ仲間でいて二人のことを忘れていないのを喜ぶと思うし、俺はみんなとただ楽しい休暇を過ごしたいと思っているし、それに一生忘れない思い出を分かち合いたいんだ。その
妹たちのためにも、それにほら、オッケー、じゃあみんなで思う存分ハメ外して、それで一生忘れられない旅にしちゃおうぜ。いいな、よし。概念がその先住民なんでしょうね。ここはなんかそういうインディアンみたいな人たちも。死の警告。夜明けまで10時間。お、ずっといるあの人。お、サム、ハンナの大親友、真面目仲間思い冒険家。ハンナの大親友なんだ。お、動かせる。はい、じゃあね、ここで一旦ね、序章は終了ということで、この後、引き続き本編をやっていこうと思いますので、ぜひ続きも見てください。よろしくお願いします。